エレンが泣いていた時の話をしよう。すっかり話してしまったけど、あの時エレンに泣いていたことは誰にも言うなと言われていた。こっち！また僕の勝ちだ。ごめん、つい夢中になっちゃって。昔から頭を使うのは好きだったし、こういうのは結構得意なんだ。よし、